ゲームはアメリカ合衆国カリフォルニア州コンプトン出身のラッパー、俳優である。身長193センチメートル。ゲームのロゴゲームはロサンゼルスで生まれた。育ったのはギャンググループであるクリップスのテリトリーとして知られているカリフォルニア州コンプトンのサンタナブロックという地域だが、成長してからは対立するグループのブラッツのメンバーとなった。ちなみに、 ゲームというニックネームは祖母が名付けた。5歳の頃に姉に対する暴行で父が起訴され、それがきっかけでカリフォルニアのカーソンで8年間佐藤屋の家族と生活13歳の時に母と復縁した。コンプトン高校を卒業後、ワシントン州立大学にバスケットボールの奨学金で入学。そこでドラッグディーラーで一儲け考えたが、 ドラッグの取引に失敗し2001年に拳銃で5カ所撃たれ3日間昏睡状態になった。その病床でラッパーとして成功するために色々いろいろなアルバムを聴きすなどる。ベイリア大物プロデューサー JT ザビガフィガが2002年 LA で行われたライブを見て驚き自身のレーベルゲットローレコーズに招き入れる。アップカマーの紹介でドクタードレイと出会い。 アフターマスと契約、その頃に50セントと出会い、ドレと五50セントをエグゼクティブプロデューサーに迎えたデビューアルバムザ・ドキュメンタリーをリリース。大ヒットし、収録曲の一つであるヘイト・イット・をアラブ・イットがグラミー賞においてに部門にノミネートされた。2006年に50セントとの確執からアフターマスを離脱し、ゲフィンに移籍。2006年11月14日、 セカンドアルバムのドクターズ・アドボケットをリリース。ドクター・ドレイのことに関して相変わらず尊敬しているし、仲が険悪になっているわけではないと本人は語っており、タイトルもドクターの支持者となっているが、セカンドアルバムにドレイのプロデュース曲は収録されていない。しかし、彼が尊敬する謎のハスラーズ・フィーチャリング・ゲームマーシャ・アンブロシアスは、 ドレイがプロデュースしている。2008年8月26日、自身にとっての3枚目のアルバム、ラックスリリースした。ラックスを最後に、ラッパーとして引退すると宣言していたが、後日ライブにて4枚目のアルバムを制作中であると、明かした。ライブでのザ・ゲーム2011年8月23日、ファレル・ウィリアムスを、エグゼクティブプロデューサーに迎え、4枚目のアルバム、 The RED アルバムをリリースした。本作ではドクター・ドレイがドラッグテストでゲストとして参加しているほか、アルバム全体のナレーションを行っている。ドクター・ドレイがゲームのアルバムに参加するのはザ・ドキュメンタリー以来となる。ゲストにはドクター・ドレイのほか、リル・ウェイン、ドレーク、クリス・ブラウン、トレイ・ソングス、スヌープ・ドッグ、ギック・ロス、ヤング・ジージー、ネリー・ファータドラが参加している。 全米チャートでは、ドクターズ・アドボケート以来となる初登場1位を獲得した。2012年12月11日、カニエ・ウェスト、コモン、ミーク・ミル、ニ・チェインズ、トレイ・ソングス、ケンドリック、ラマー、ディック・ロス、ヤング・ジー・ジー、プシャティ、リル・ウェイン、ビッグ・ショーン、ジェイ・コール、ジェイミー・フォックス、ウィズ・カリファ、タイガ、クリス・ブラウンなどをゲストに迎え、5枚目のアルバム、 ギャソピースをリリースした。このアルバムのジャケットで赤をチームカラーとする西海岸のギャングブラッツを思わせる赤いバンダナを口に巻いたキリスト姿のゲームのイラストが使用されており物議を醸した。ゲームは激しい言動からよくビーフの対象にされる。やだーティーサウスリミックスが存在する。ボリューム3の存在は不明。だた数。ありがとうございます。